お世話になっております、西海のユダイとマークとジュズです。お願いします。お願いします。皆さん、日本の英教育やばくないか、うん、やばい、やばいです。そんなやばくない、やばくなくないか。いや、やばいのよ。まあ、日本人って英語を話せない人の割合って比較的多いじゃないですか。俺、その原因が英語の教育の仕方にあると思ってるんですよ、うん、そう思った原因に関してなんですけども、先日マークにこの話をしたんですよ。僕その時にマークに日本の英語教育の番組見せてもらったんですよ。やばい、やばいんだよ。やばいです、ね、とにかくやばい。昔ピラミキーノって流行ってたじゃないですか。20代前半が知ってる番組だと思うんですけど、ダルさんっていう人がいて、その人の英教育がもう非常に良くないと。でも、いや、でもね、英語教育やばいって言いますけど、なんだろうね、このなんかモヤモヤした感じ。僕何も知らない感じ。こっち島国だから。確かに。それ今いくらそんなさ、やばくないかって言われても、いやいや、やばくなくないか。本当だからだ。あっ、ない。なるよ。おかしいでしょ。まあ、日本の番組がどうもやばいということで、今回はね、日本でやってる英語番組と、やってる英語の教育番組を見て、実際の違いを比較していきたいと思います。確かに。比較対象があれば、はい、その日本でやってる英語番組が、あ、これちょっと違うんだっていうことが理解できるから、ね。そうだね。あなたが今までやってきたことが、どれだけ残酷なことか、それこそ楽しく。俺の成績否定するこの動画で。という感じで、僕たち普段グローバルな企画を行っている文字通りグローバル YouTuber と申します。チーム6人中3人外国人、3人日本人という多国籍グループでやっておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ついでにインスタとツイッターのフォローもよろしくお願いします。ということでやっていきましょう。お世話、お世話。じゃあ早速僕の方からいろいろと流していきたいと思うんですけども、あなたが小さい頃に見てた英語教育番組は何でした？頑固ちゃん。ごめんなさい。ってことはもう、じゃあベイブレードとか遊戯王とか、そうそうそう、本当にもう生産性もないアニメを見てた。だから先生否定してるでしょ。すごいじゃん、あいつ。英会話を必要としてたじゃん、あの時代は。うん、放棄してまで君はもう他のアニメを見てたってことなんですよね。ちょ、一回。いよいよ。Hey, Mark! Fuck you!2000年代に放送されていた英語の番組なんですけども、エイゴリア。え？なんだそれ？あ、え？エイゴリア。もうまずそのオープニングがひどかったらしいですね。オープニングがひどい。オープニングがひどかったっす。まあオープニングが非常にトラウマだっていうことで、その時の日本が放送していた番組をみんなで見ていきましょうよ。はい。なんであれでやる必要があるの？いや、もうごもっともですよね。超懐かしい、マジか。いや、お前、うち懐かしいとか言ってる場合じゃないよ、お前。同年代の人は、うん、今、第4とかさ、22歳の人とかは、すごくもう懐かしいって言ってる。そうなの。さすがに懐かしいって言ってる。なんでさ、カビ生えてんの、こいつ。生えてねえよ、それカビじゃねえよ。カビ生えてるやん、これ。簡単に説明してあげれば、うん、英語とエイリアンっていう英単語、知ってるか？知ってる？エイリアンと英単語は知ってる。はい、それかけてんの、かけましたの。エイゴリアン。エイゴリアン。そう。いいの、これ。これ、どこで放送されてたの？もしかしてあれ？なんかダークウェブとかで放送されてた。NHK。 あ、これ NHK。 NHK。 あ、そうなんだ。これ NHK、 これで人のさ、テレビ料金とか取ってんでしょ。お前 NHK バカにすんなよ。え、これで月々5000円取ってんでしょ、人から。やめてください。ちょ、おかしいよ。やめてください。僕このブラジル人の扱い方がわかりません。おかしいでしょ。で、これで人の日さ、フィジってさ、ピピピピピンポンめちゃ押せる人でしょ。うんうん、そうだよ。いや、いいじゃん、それ、その映像あるよね。なんか、ピヨーンって。でも、言うだよ、俺これに5000円払うんじゃなくて、Amazon プライムに680円払った方がいいと思うんだけど。それはそうじゃない？うん。何を言ってるんだっけ。頭の中が今、エイゴリアンだ。何もうまくねえな。ちゃんとした番組あんの？このちゃんとした番組あります。中身はこれだけで終わりません。はいはいはい。はい、
is this? Huh? This is my brother! これあのさ、アクセントが急に強くなるのよ。強いね。強くなったよね、今。This is my brother! だからさ、人々からさ、月々5000円もらってさ、あのこれは良くないよ。いや、お前、君の国の代表番組ですから。ああ、だからじゃあ、お前、うん、じゃあ今、日本に住んでるよな。はい。合に従え。合に入ったら合に従いなさい。ありますよ。これを見るために、これを作るために、彼らは NHK は、自分の国民から5000円ずつ毎月もらってんだよ。わかるか。ああ、そう。Who is this? This is my sister!これから何を学ぶん、何を学んだの、ブラダーとシスター。それ。その時学んだろ。そうなんだ。そうなんだ。いや、まあ、この後海外の番組見れば分かると思うんですけど、うん、あのね、明らかに、あの、違う。表現の仕方が違う。例えば、ね、このなんかね、海外の番組はライオンっていう言葉を学びたかったら、うん、ちゃんとライオンの画像を置くねん。ブラダー&シスターはブロッコリーで置かないねん。確かに。いや、だから日本ってさ、鳥獣戯画とか分かる。それと同じタイプ。なるほどね。人々のことをその別のものに例えてる。それと同じ文化。あ、そっか。それが日本の文化だから。なるほどね。うん。いや。あ、そう。いや。で、ちょっと見ていきましょう。朝からだるい君にだるだるいっしょ。今朝の言葉は I don't know、 意味は知らないよです。そして教えてくれるのはポイントダルさん。ダルさん、今日食事中のところ申し訳ないですけれども授業をね、始めさせてもらってもよろしいですか。ダルさんご食事中ですが、まずは本日のスキット。もし、ハンデもこいつです。ハンデもしていいですか。 I don't know。 ボス、自首してきました。最後。 I don't know。 それではダルさん、ポイントの解説お願いします。あれ、ダルさん、あれ、ちょっと、イコモちゃん知らない。I don't know。 違う、I don't know。 何してんの。ダルさんがやるって。ちょっとダルさん、 I don't know。 ダメだ、今日はもう I don't know しか言わないつもりでしょ。じゃあ俺誰だか分かる。 I don't know。 この子はイコマ。何それ言うの。でしょ。はい、今のがダルさんでした。あ、え、ちょっと待って、あれどこ行ったの。ユダイは、ユダイ、お、あ、お、いや、どうしたの、何やってんの。 I don't know。 いや、じゃあ、いや、I don't know じゃなくて、え、なんでそっちに座ってんの。 I don't care、 I don't care。 あ、I don't care、 I don't care。 ユダイさん、ちょっと、ユダイさん、ちょっと起き上がりましょうよ。マジでアイドンの、マジでアイドンの、マジでとりあえず海外この体勢で聞いていい。ダメだろ、ダメか。はい、戻ってきなさい。戻ってきなさい、ダルさん。アイドンの、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 アイドンの。懐かしいね。懐かしいですね。6時半に奈々ちゃん東京テレビで放送されてました。率直な感想なんだけど、アイドンノーっていう、確かにね、ワンフレーズとして覚えることに関しては、これもう満点なの。でも、あの、費用対効果悪すぎない？これ。いやー、そのなんかね、求めちゃいけないと思うんで。でもこれ、どうせ NHK なんでしょ。違います。東京テレビ。東京テレビ、はい、NHK じゃない。東京テレビ。あ、じゃあ費用対効果求めていいや。あの、人から5000円送ってないからいいよ。NHK 本当に嫌い。ということで、じゃあちょっと日本の番組を見てきたということで、海外のやつを見てちょっと比較してみましょうか、はい、海外はターゲットってところは多分ね、はっきり分かれてて、例えば、まあ、0から3歳までの英教育と、3歳から10歳までの教育とか、なんか多分区分があると思うんですよ。で、その区分によって全然やることが違うんだ。で、結構初級、本当にもう赤ちゃんレベルの、あの英語の教育って、うん、まあ、もちろん字幕見ても分かるわけないし、文法とかあんま教えても意味ないじゃん。だから海外は結構音楽を使ってるんで、ね、その時の、一個もう代表的な例で言いますと、英語打つの早いね。
代表的な、もうこれ海外ではこういう風に赤ちゃんの英語を学んでるよっていうのがこちらのピンクフォング。とりあえず一回見てください。はい、わかりました。もう代表的な典型です。はい、ありがとうございます。この日本との主な違いって何かっていうと、うん、頭に残るんだよ、これが残るね。そう、ベイビーシャーク残るでしょ、頭に。しかもドゥ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 もさ、別に言う必要もないのに、うん、そのドゥ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 言うことによってその口がもう常に英語の口になってるっていうのが、英語リアンなんてブラダーとシスターだけだもん。おかしいよ、それは。覚えますね、それはもう11億万歳…10…ん11億再生いきますね。バグってしまう、こっち見ないで。マジやめて。間違いない。救いようないから。ちょっとメンテナンスをたまらない。間違いない。本当に。100億 ?100 はない、ごめんごめん。100億だ。100億再生だよ。もうグローバルは。いや、すごいよ。うん。このベビーシャーク、100億。寝分けって5再生なんじゃないの ?6000 億。じゃあ、もう一つ同じぐらいのそのターゲット。0から3歳で、こだわってる部分がもう一つありまして、お金をかけてるところが違う。もう NHK は月々5000円取ってるでしょ。海外は海外は海外ちげえの。市場挟むな、この動画に。一例で言いますね。はい、まあこれも音楽なんだけど、エルモと一緒に歌うんだけど、っていう感じなんですけど、これ知ってる、この人誰なのか。ケイティ・ペリーとか。違います。違うか、おかしいよ。まあまあまあ、ということで、これ彼ジョン・レジェンドっていうね、超有名な歌手なんだけど、海外で。もうここが違うんですよ。超有名な歌手を使ってエルモたちと一緒に歌って、子供にぜひね英語覚えてもらいましょうっていうのがもう海外。あ、だからもうトレンドも入れつつ、もう誰でも見られるような英語番組にしてるんだ。うん、そうだね。すごいね、一方その頃ブラダーって。これね、面白い点で言うと、本当に大人でも見飽きないっていうのがいいよね。いろんな、ペンタトニックスとかも出てんのよ。あ、変えてるんだ。全然違う歌詞出てんの、これ。2時間の動画なんだけど、いろんな歌詞、ね、アリアナ・グランデも一緒に出てるし。あ、ワンダイレクションいいんじゃん。ワンダイレクションもいたよ。マジ？すごいこれ。あ、替え歌してんのこれ。うん、替え歌してる。すごくね、これ。すごくね、これ。すごっ、これはすごいわ。で、ごめんね、この動画の冒頭で出てたんだけど、ブルーのウーブルーのウー出てんの、これ。ブルーのウー、先生とはそのぐらい資金力があるんだ。莫大な資金力があるんだね。資金力が違うっていうのと、もう根本的に海外の人たちもその子供の英語に対するこのなんかモチベーションっていうのが分かんない、ちょっと高いのか分かんないけど、子供のためだったらバンバン金かけんのよ。まあそれだったら君は NHK に対してたくさんいるのも納得できる。そうでしょ。その前提説明がさ、先に言ってくれないとこっちはさ、なんで怒ってるのか分からない。あ、まあそうだよね。すげえわ、これすごい、すげえ。俺普通にびっくりしてるよ。まあでもね、大事なのは英語教育ってところだから、まあ資金力じゃなくてね、じゃなくてもね、本当にこだわりポイントが多分違うっていうのはね、俺は伝えたかったんですよね。全然違いましたね。今そっちのさ、マヨケちゃんの時代とか見たら俺何見てるんだろうね。このこだわりは何、このダルさんのこだわりは。なんかあった青春だよ。動画の冒頭に否定しようとした俺の青春がここに詰まってる。まあタルタルイングシュに、ダルダルイングシュよ、ダルビッシュイングシュ。お前マヨケちゃんに影響されてるよ、それ。マヨケちゃんも忘れない。タルタルイングリッシュ。ということで、海外の英語教育がすごいなと思った方は、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、拡散、イエーイ、それなー、お願いします。お願いします。おせよ。さあ。